鋭い破裂音がして、カブヌンワの耳元を熱いものが駆け抜ける。続いて2発目、3発目。いや、危ないよ。誰か流れ弾当たっちゃうよ。カブヌマはやや落ち着きを取り戻した。ダンは銃は苦手だったはずだ。そんなやついるの？確かに闇雲に撃ちまくるだけで全く当たらない。あんま優秀じゃないんだね。カブヌマは自分のテーブルにあったアイスコーヒーのグラスを取り、1、飲み残しの氷を口に含んだ。そんな意味ある？2、それを床に叩きつけた。3、それをダンに投げつけた。ああ、2か3じゃないかな。でも床に叩きつけてもな、なんかその破片でとか思ったけど、多分ね、ダンをこう驚かせるぐらいにはできない気がするから、3にしてみよう。普通に投げよう。カブヌマは自分のテーブルにあったアイスコーヒーのグラスを手に取り、それをダンに投げつけた。ダンはそれをかわすと、カブヌマに向けもう一度発砲した。今回は弾が命中し、カブヌマは即死した。え？今回はってそんなね、そんなあっさりなんだね。あ、当たった。そしたら2かな。床に叩きつけた。カブヌマは自分のテーブルにあったアイスコーヒーのグラスを手に取り、それを床に叩きつけた。破片を武器にしようというのだ。カブヌマは大きめの破片を拾おうとした。カブヌマが身をかがめた瞬間、弾の発した弾丸がカブヌマの首筋を貫通した。カブヌマは即死した。あっさりなんだよな。なんかねえ、そのまま、なんだ、こんなんあったっけ、新しい。ってことは1が正解になるけど、こんな意味あるの？氷を口に含んで、噛んで、砕いて、それをプーってやって、弾にかけるっていうことかな。やってみよう。カブヌマは自分のテーブルにあったアイスコーヒーのグラスを手に取り、飲み残しの氷を口に含んだ。そして、ダンの方を向くと、口の中で噛み砕いた氷を吹きつけた。やっぱり氷は丸くすぼめられたカブヌマの唇から弾丸のように飛び出す。鈍い音がして、ダンは後ろに倒れた。額から血が溢れ出している。そんなこう、そんな強さあんの？見事命中。この技を外したことはこれまでただの一度もない。すごいな。氷のね、形とか全然違うだろうね。もう一つ氷を口に含むと、今度はシャツの男の方を見た。ね、それ特殊能力系のね、漫画みたいだね。男はいつの間にか右手にナイフを構えているし、結構でかいね。こいつまで殺して良いものかどうかわからないが、こちらが殺されるよりマシである。後で、桔梗に謝るしかないだろう。カブヌマが口を丸めたその瞬間、男の左手が素早く動いた。近くのテーブルの上のピザを取ると、フリスビーのようにものすごい速さでピザを投げつけてきた。食べ物でね、戦うなよ。ピザはカブヌマの顔に張り付いて、やばいじゃん。あちちち。その隙に男はセカンドバッグを抱えて店の外に飛び出していった。あー、当然無銭飲食なわけだが、この状況で追いかけてやろうという勇気のある店員はいないだろう。そうですね、店にとっては全くの災難だ。少し同情しながら、もちろんカブヌマもそれに便乗した。でも銃何発か撃っちゃってるから、何かしら壊れてるよね絶対ね。人に当たってなきゃいいけど。男は妙に足が速い。カブヌマも脚力には自信があったが、それでも二人の間の距離はどんどんと広がっていく。しばらく後を追いかけるうちに、駅舎の跡地に作られた倉庫群の中に入り込んだ。しかしとうとうそこで姿を見失った。倉庫群は現在はすでに使用されていないものがほとんどと見えて、人の気配もなかった。だがこのうちの一つへ逃げ込んだのは間違いない。カブヌマは扉に鍵のかかっていない倉庫を一つずつ点検することにした。ある倉庫の前で新しい足跡を発見した。これだ。中へ突入しようとしたが、カブヌマは今丸腰である。何か武器を持った方がいい。氷持ってこないとね。胸ポケットを探ると、
1、ハンカチが出てきた。2、財布が出てきた。3、ボールペンが出てきた。もうこれ彼の特殊能力当てゲームみたいな感じじゃない？ハンカチを使ってなんかあの闘牛みたいにひらりとするパターンか、財布はなんだろうね、小銭をこうなんかうまくなんかコインでなんかするみたいな、でボールペンはボールペン投げてなんかね、西真空派だっけ、なんか北斗の拳のあれみたいなのをやるとか、どれも考えられるから一回ちょっとあのまさかなっていうやつがさっき正解だったんでハンカチにしています。1、胸ポケットを探るとハンカチが出てきた。一緒にクロロホルムを濃縮して詰め込んだ小瓶もある。なんだそれ。よし、これで相手を探し出して眠らせてやれ。株沼は小瓶を開け北総園だと同時に思い切り息を吸ってしまった。気化したクロロホルムとともにそのまま株沼は深い眠りに落ちていった。ダメだったか。意外性じゃなかったね。じゃあなんだろう、やっぱボールペン投げるかな。胸ポケットを探るとボールペンが出てきた。これなら使えるだろう。ボールペンを右手と親指の中指で軽くつまみ、人差し指はペン先に添える。株沼はボールペンでも飛び道具として使うことができるのだ。すげえ。やっぱすげえ。株沼は倉庫の中へ足を踏み入れた。金属の錆びた匂いがする。外から見ると使っていないようだが、実際にはまだ使われているようだ。株沼は倉庫の中を慎重に進んでいった。その時、目の端に動く影を捉えた。株沼はとっさに、影の首筋あたりを狙ってペンを放った。ボールペンは尖ったペン先を頭にして高速で飛んでいく。だが、激しい音がして、鏡が割れた。あ、鏡を狙っちゃったってこと？悔やんだ時は遅かった。株沼は鏡に映った男の影にボールペンを飛ばしていたのだった。うわぁ。極めて初歩的なミスに一瞬気が動転した。逆にパニックになるよね、これはね。その時、不意に頭部に衝撃を受けた。うわ。そして、そのままコンクリートの床に崩れるように倒れた。株沼が最後に見たのは、目の前に投げ捨てられた拳銃だった。ダメか。気がつくと、そこはどうやら病院の一室だった。俺はどうしたんだろう。あの拳銃の銃破で殴られたのだろうか。迂闊だった。そもそもあの喫茶店から失敗は始まっていたのだ。ちょっとした好奇心からあんな騒ぎになってしまった。いや、それよりも店内に入って一息つこうと考えたのが間違っていた。おそらく銃で殴られて気を失い、ここに運び込まれたのだろう。気境に何と申し開きをすればよいのだ。それにしても変わった病室だ。少なくともマーガレットの組織関連の病院ではなさそうだ。ということは俺をぶん殴った奴がここに連れ込んだのだろう。まだ安心するのは早いということか。株沼はベッドの上に起き上がった。体はもう回復しているようだ。とりあえず様子を見ることにしよう。その時、廊下から足音が聞こえてきた。素早くベッドに潜り直す。なかなかな展開ですよね。男が二人入ってきた。ずっとこのままか。はい、まだ意識は戻らないようです。脈も随分と弱くなってきていますし、もうダメなのかもしれません。残念だが仕方ない。もう少し様子を見ることにしよう。株沼は薄目を開けて二人を観察した。一人は大柄な男で、サングラスをかけている。もう一人は若くて、活動的な感じの男だった。どちらも医者ではなさそうだ。二人はしばらく株沼の容態に関して言葉を交わすと、出て行った。冗談じゃない。こうやって俺が息を吹き返したことに気づかないのか。間抜けな奴らめ。それにしても、ここはどこなのだろう。株沼は再び身を起こした。ベッドから降りると足取りは軽かった。やはり睡眠に勝る体力回復の特効薬はない。株沼は壁にかけられた時計に目をやった。ん？時計は株沼が殴られたのよりも2時間ほど早い時刻を指していた。つまりあれから1日、下手をすればそれ以上経っているというわけか。しまった。のんびりしている暇はない。仲間はみんな心配して待っていることだろう。さっさと戻らなければ。寝巻きを脱ぎ、
ベッド脇に畳まれて置いてあった自分の服に着替えた。でも、ベッド脇に自分の服畳んで置いてくれてたってことは、なんか、いい人たちの可能性ありそうな気もしちゃうけど、どうなんでしょう。準備完了。ドアを細めに開けて、廊下の様子を伺った。誰もいない。足音を忍ばせて、廊下へ出た。リノリウム塗装の床が、清潔な印象を与えている。それほど大きな建物でもないようである。ストの騒音がよく聞こえる。ただ、病院に特有の消毒液の匂いは感じられない。慎重に廊下を進んでいく。こんなに狭い病棟内では、途中で誰かに会ったりしたら、言い逃れのしようがない。角を曲がろうとして顔を少しだけ向こう側へ覗かせてみた。そして、慌てて顔を引っ込める。こんなカツカツ言ってたらバレるよな。廊下に面したドアのうちの一つが開いていたのだ。株沼は一旦そこから引き返し、別のルートから出口を探そうとした。ところが、振り向こうとした途端、後ろからもカツカツカツという足音が響いてきた。これでは引き返すこともできない。やむを得ない。部屋の前を強行に突破するしかなさそうだ。株沼は、できる限り自然な態度で、しかし足音は殺しながら、ドアの前を通り過ぎた。まあ、通り過ぎるぐらいならね、普通はあんまバレないけど。ドアの中へちらりと目をやると、二人の白衣を着た男が話し込んでいる。一人はこちらを向いていた。しかし、何も気づいてはいないようだ。それから外へ出るまで、もう一度、今度は看護婦一人とすれ違った。今回は株沼も自信がついていたので、少しもうるたえずに堂々と会釈してすれ違った。看護婦は、株沼の会釈に対して、ニコリともせずに通り過ぎていった。まるで、株沼などそこにいないかのように。失礼な看護婦である。それにしても、と株沼は自分でも驚いた。いくらエリートと言われる株沼でも、これだけ完全に脱走に成功したのは初めてだ。大丈夫これ。大丈夫かこれは。外へ出てみると、病院の看板を見上げた。看板には、朝倉委員、院長、朝倉哲司、とあった。背筋が凍りつく。病院長という顔を持つ者の、この朝倉哲司の真の姿は、裏の世界でも恐れられている、犯罪組織のボスなのだ。どうやら、今回の仕事には朝倉が絡んでいるらしい。マーガレットの事務所を出るとき、桔梗から警告された意味がやっと理解できた。道理で他のメンバーも、厳しい表情をしていたわけだ。空を見上げてみると、相変わらずの夏空である。しかし、さすがに午後の日差しは少し緩くなっている。自分の現在位置を確認するために、株沼は大通りへ出て標識を探すことにした。確認できた現在位置は事務所から近いところであった。これなら歩いてもそれほど遠い距離ではない。株沼は歩いて事務所に戻ることにした。しかし、あれからどのくらい経ったのだろう。とにかく急いで事務所に戻らなければ。朝倉のことだ。自分の正体については、すでに調べ上げているに違いない。通りすがりのコンビニで、新聞の日付を見た。やはり、一日以上経っていた。煙のような不安が、胸の中でムクムクと成長していく。走るようにして事務所に着いた。道路に面した窓が開いている。事務所への階段を駆け上がって、ドアを押した。しかし、何かが引っかかってなかなか開かない。不安が現実のものとなって迫ってくる。株沼はドアを開けるのは諦め、窓から侵入することにした。雨どいを伝って窓にたどり着く。道路に人影のないことは確認してある。窓から中を覗き込んで表情が凍りついた。ドアに引っかかっていたものは、桔梗信太の死体だった。他のメンバーもすべて血まみれになって倒れていた。うわ。ん？一瞬、株沼を驚かすためのいたずらではないかと疑った。しかしそれは虚しい願いだった。株沼の中で何かが弾け飛んだ。涙が頬を伝ってきたのはずっと時間が経ってからだった。どういうことなんだろうね。一日以上っていうのが何日経ってたのか。あれから数日。株沼はようやくマーガレットを壊滅させた組織のボス、朝倉哲司を直接攻撃できるチャンスに巡り会えたのだった。すごい。目をつむり、
この数日間の短いようで長かった単独行動を改造した。あ、それで最初につながるんですね。殺し屋は基本的に一匹狼である。それは組織に属していても仕事をするときは原則的にそうなのだ。しかし、この数日間は特に一人であることが骨身に染みた。ジーフ島はすでに闇に包まれていた。時計を見ると7時半である。あと30分でボスの朝倉が来る。ジーフ島には小さな公園と、それ以外には大きな倉庫が2つあるだけだ。おそらく朝倉たちはこの公園で落ち合うことにしているのだろう。公園に人影はない。株沼は植え込みの中に身を潜ませながらポケットの中で1、文庫本を握りしめた。2、ビールの丘を握りしめた。3、ナイフを握りしめた。いや、ちょっとこのビールの王冠でこうね、なんかあの親指でピンってやってね、なんかあのレールガンみたいなことできるんであれば、すごいいいなって思ったんで、ちょっと夢を見て2番。株沼は植え込みの中に身を潜ませながら、ポケットの中でビールの王冠を握りしめた。なんで持ってんねんっていう話ですけどね。これを回転させながら飛ばして、相手の頸動脈を切るのだ。そういう感じか。あの、ペットボトル、ね、ペットボトルキャップをこうね、やるような感じだ。ナイフを使ってもいいのだが、そのような既成の武器に頼るのは、殺しのプロとしての誇りが許さなかったそうなんだ。特に今回の戦いは、文字通りマーガレットの弔い合戦である。安易な方法で始末する気にはなれなかった。海風が少し強い。コントロールに気をつけなければ、外すことになるかもしれない。これまで失敗したことはないが、慎重さは必要だ。公園の前の道路に、数台の車が止まる音がした。どうやら到着したようだ。様子を伺うと、男たちの中に昼間のノッポが見える。幹部の一人らしい。先頭の車のハンドルを握っているのは、いつかの茶色シャツ男だ。今は紺の作業着を着ている。株沼は自分の中で再び何かが弾ける音を聞いた。しかし、今こそ冷静になるべき時だ。数日前の失態を二度と演じるわけにはいかない。男たちはサングラスの大男を囲んでいた。ボスの朝倉哲司。株沼の人生をかけたターゲットだ。目標は朝倉ただ一人。後の人間はどうでもよい。朝倉さえ倒せば、この組織は潰れるはずだ。王冠を親指と中指でつまむ。こうして指を鳴らすようにすれば、線は回転しながら飛び、朝倉の首筋に噛みつく。あとは朝倉が射程距離に入るのを待つだけだ。男たちは固まって公園の中へ入ってきた。彼らはここで拳銃密輸業者と取引をするはずである。昼間の男たちの話を聞いた限りでは、かなり重要な取引であるようだ。男たちが公園の中ほどで立ち止まった。ビールの王冠で首筋をえぐるにはちょうどいい距離である。そうなんだ。しかし、朝倉はノッポの影になっていて、この位置からでは見えない。朝倉を狙える位置まで移動すべきだろうか。いや、待てよ。そのうちにチャンスはおのずから訪れるだろう。その時、車の方から一人の男が走り寄ってきた。朝倉に何かを囁いている。朝倉は少しうなずくと、全員で車の方へ戻り始めた。お、感づかれたか？このまま車へ戻られてはまずい。公園で決着をつけるつもりだったから、車で公園から移動されてしまうと追いかけることができない。だが、朝倉が歩き始めたことで隙が生まれたのも事実だ。今がチャンスだ。すかさず、株沼は王冠を飛ばす。確かに手応えを感じた。ところが、朝倉には何の変化も起きなかった。外したのだろうか。少し緊張しているのかもしれない。幸い、今の失敗には誰も気づかなかったようだ。王冠飛んできてね。何？ってなるよね。株沼は肩の力をほぐすと、ポケットからもう一つ王冠を取り出し、狙いを定めた。たまたま歪んでたとかでも飛び方全然変わりそうだもんな。今度は前回よりもっと慎重に飛ばした。会心のショット。これで確実だ。ところが、今度も朝倉は何も感じなかったようだ。穏やかな表情で、のっぽと言葉を交わしながら歩いている。え？なぜだ？確実に朝倉の首筋を捉えたはずなのに。しかし、ここで悩んでいても始まらない。
復讐は何としてでもやり遂げなくてはならないのだ。株沼は植え込みの中を這うようにして朝倉と距離を保ちながらもう一度タイミングを測った。朝倉が立ち止まった。ノッポに何か指示を与えている。うまいことに二人とも背中をこちらに向けている。中は祈りながら三つ目の王冠を取り出し、目と鼻の先にいる朝倉に慎重に狙いを定め、そして放った。王冠は潮風に湿った夜の空気を切り裂きながら朝倉の首筋を襲った。もらった。そう思った瞬間、株沼は信じられない光景を見た。朝倉の頸動脈を断ち切ると思われた王冠がふっと消えたのだ。夜の不当だ。月明かりはあると言っても物が見えにくいことに変わりはない。単なる錯覚か？いや、商売柄視力には自信がある。では今のは一体？株沼は混乱していたが、本来の目的を忘れてはいなかった。王冠を使い果たした以上、コルシアとしての美学に反するとはいえ、あとはナイフでストレートに決着をつけるしかない。そう考えた時、突然携帯電話の呼び出し音が公園に鳴り響いた。ノッポはスーツのポケットから電話を取り出すと、二言三言言葉を交わしてからボスの朝倉に変わった。朝倉は何やら深刻そうな表情でしばらくやりとりしている。やがて電話機から顔を離すと、朝倉とノッポだけがまた車へ戻り始めた。しかし他の男たちは公園に残っている。取引の話が一体どうなっているのかさっぱりわからない。とにかく朝倉とノッポ以外はこのまま公園に残るようだ。しかし取引のことなど知る必要はない。今がチャンスである。朝倉の周りの邪魔者は一人しかいない。これならやれる。株沼は茂みの影を走って出口に近づくと、そこから踊り出た。そして朝倉めがけて突進する。背中からナイフを刺す場合、素人だとなかなかうまく致命傷は与えられないものである。株沼くらいのエキスパートでも背後からナイフで攻撃するときは気をつけなければならない。朝倉は何も気づかずにこちらに背を向けて車に乗り込もうとしていた。株沼は冷静に心臓の位置を見定めると、ナイフを背中から突き立てた。会心の一撃。その位置なんだ。確かな手応えに仕事をやり遂げた充実感を味わえるはずだった。しかしナイフからは人体を突き刺すとき特有の抵抗感は何も感じられず、株沼は思わずたたらを踏みそうになった。ナイフは空を切っていた。いや、正確に言うと、ナイフとそれを掴んだ株沼の手が、朝倉のない体を音もなくすり抜けたのだ。そんなバカな。今度こそ、株沼は冷静さを失った。朝倉の後を追い、ただ闇雲にナイフを突き立てようとした。死ね、死ね。しかし、何度やっても同じことだった。朝倉は何事もなかったように車に乗り込んだ。ドアが閉められ、そのまま車は走り去った。後には、呆然とした株沼が取り残された。一体どういうことなのだ？今の朝倉は完全に株沼の存在を無視していた。無視していたどころではない。株沼の存在は否定されていたのだ。ふと、妙なことに思い当たった。株沼の胸がズキリと痛む。いや、しかし、そんなバカな。株沼は自分の考えを必死で否定しようとした。しかし、考えれば考えるほど、辻褄が合ってしまう。ひょっとすると、あの倉庫で、俺は死んでいたのではないだろうか。銃波で殴られただけだと思っていたが、あの時の衝撃は、銃弾を受けた衝撃だったのではないだろうか。そして、今まで自分が死んだことに気づかず、そのまま活動を続けてきてしまったのでは。まあ、ありえますよね。そんな気はしてましたよね、あの病院から出たあたりから。もしこの考えが正しければ、あの朝倉の病院をあまりにも簡単に脱出できたこと、さらには遊園地で、ノッポとデブが株沼に気づかなかったことも全て説明できる。あ、そっから、それもか。考えてみれば、朝倉を仕留めるはずだった王冠もナイフも、その数日の間に入手したものではなく、以前から肌身離さず持っていた、いわば自分の分身とも言える武器だった。俺は幽霊だったのか。
そう考えれば恐ろしいことに全てが説明できるのだ。確かめてみよう。もし額に受けたのが銃弾であれば、まだ傷跡が残っているはずだ。株沼は自分の額に手をやってみた。しかしそこには額すらなかった。ああ、これで終わりなんだ。死んでたエンドね。まあそんな気はしてましたよね。そんな気はしてた。だからそう考えたら、あれですね、今の時代で言うと、まあまあ、割とある。よくある話なのかもしれないですけどね。もう定番になりすぎ、この時代はまだね、目新しかったかもしれないですけどね。はい。というわけで無事ね、クリアしました。ちょっと短めの話でしたね。サクッと読みましたね。だから一番最初のシーンは、だからもう病院から出た後だから、もう死んでたってことよな。うん。そういうことですね。はい。というわけで、無事ね、あと2個になりましたので、次どっち行こうか迷ってますけどね、楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。